こんにちは、プラン F ムービーの藤井です。今回はランボーのアイコニックな武器であるナイフについて徹底解説していきます。まずはランボーシリーズのランボー1、ランボー2のナイフから解説していきます。結論から言うとランボー1、ランボー2では両作品ともジミー・ライルが制作したナイフを使用しています。ランボーがナイフを使用するのはスタローンのアイディアだったため、スタローンはナイフのデザインなどの提案をほぼ毎回しており、ランボー1、ランボー2ではスタローンはジミー・ライルにツールナイフのような機能性が欲しいと依頼。その結果ジミー・ライルはナイフのハンドルを空洞に作り、サバイバルキットやコンパスを収納できるように設計しました。ランボー1、ランボー2のナイフはこの設計が採用されており、ブレードの素材はどちらも44PC で製作されています。ジミー・ライルはランボー3でもナイフを製作する予定でしたが、スタローンがもっと大きなボーイナイフを提案してきたためジミー・ライルはランボー3は断念することに。そしてその後、スタローンは昔からファンだったギルヒブンにランボー3のナイフの製作を依頼します。ギルヒブンはランボー3で大きなボーイナイフを製作後、ランボー最後の戦場でもナイフを製作しました。ランボー最後の戦場ではランボーが以前のナイフを紛失し、新たに自らナイフを鍛造するという設定があったため、マシェットスタイルの武骨なナイフデザインになっています。プロトタイプではランボー3の雰囲気を感じるナイフも製作されましたが、デザインが綺麗すぎたため採用されることはありませんでした。そして最後に最新作のランボーラストブラッドではドイツのナイフメーカー、ボールフォースがナイフを製作しています。ボールフォースのディトマーボールはランボーシリーズの大ファンで、ランボーラストブラッドでは MK8、MK9 というナイフを製作し、MK9 はランボー1、ランボー2のナイフを製作したジミー・ライルへのリスペクトを表現するため、ランボー1のナイフとブレードの長さを同じにしています。またポールフォースのナイフはフルタング構造になっており、ランボー1、ランボー2のナイフより頑丈な仕上がりになっています。余談ですがランボーラストブラッドでは前作とのつながりを感じさせるため、ランボー最後の戦場で使用したギルヒブンのナイフも少し登場しています。さて今回の動画はこれで以上となります。ランボーがお好きな方はぜひ動画の高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。